えー、皆さん、こんばんは。衆議院議員の原口和郎です。YouTube でご覧くださっている方には、おはようございますか、こんにちは、かもわかりませんね。えー、先ほどのですね、えー、安倍元首相の、その、殺害に関して、その文春の記事、そして一月つき万冊の佐藤明さんの解説について触れましたけども、で、そのことで、 ちょっと皆さんに問題提起っていうか、あの国政の視点としてですねで、私たちはこの民主主義の外側にあるもの、その外側にあるものの脅威っていうことを意識をしっかりしとかなきゃいけないというふうに思うんですね。で、数におごって国民を苦しめ、日本を貶としめる。 まあこれでも民主的に選ばれた政治家ですね。で、その政治家の人たちに対する、その、憎悪。これが非常に強いっていうのを、まあ私も、あの、その中の一人ですね。あの、国会議員ですから、あの、憎悪に出会うと。で、この脅威が増してるっていうことに、全く気づいてないような、 まあ、とにかくアメリカの戦争屋に巻かれて、今だけ金だけ自分だけでですね嘘ばっかり言って、そして、その議席をい今でも得ていると。で、この人たちって一体何なんだと言うんですけど、そこであのツイッターに載せておきました、私はこれもう本当に呪いの言葉ではないかというぐらい。 この言葉を若い頃にですね、出会った時に、すごく、あの、反駁しました。それは三島幸夫さんのですね、この言葉ですね。私は民主主義と暗殺は付き物で、共産主義と粛清は付き物だと思っておりますと。共産主義の粛清の方が数が多いだけ始末が悪い。で、例えば、 暗殺が全然なかったら、政治家はどんなに不真面目になるか。殺される心配がなかったら、いくらでも嘘がつける。という、この言葉ですね。これはもうまさに、その民主主義と暗殺はつきものだ。全然違いますよね。あの、民主主義の外側にあるものですね。で、ちなみに、 私自身のちょっとルーツについてもお話をしますと、私は佐賀っていうところで生まれてですね、その、薩長土肥明治維新に関わった先達ですね、がかなりいます。で、明治維新っていうのは佐賀藩の強大な軍事力をもとにした、まあ、ある意味軍事クーデターの一つとみなすこともできますね。 で、それから。その後、薩長の反発政治に反発して、私たちの先祖は佐賀の駅っていうのを起こしています。で、これはまあ江藤新平さんで有名ですけども、も政官論ではど,どうのって言ってますが、実はそれは正しくなくて、本当はもっと別のあの原因があると思っていますが、まあ、これも、えー、軍事力でもってあの抗うっていうことですね。 でそれからまあここまでいくとお前は一体何なんだって言われるかもわかんないけども、えー、割と近い先祖に二二六事件に関わっていますであれは青年将校の人たちでその黒幕と言われる言われていたですね正木仁三郎ですね陸軍大将私たちの警備なんですねで 私たちの経緯というか彼の流れが私にもあの少し流れ込んできています。だから小さい頃によく言われたのは、その、テロリスト、テロリストの親和性、テロリストとの親和性についてよほどあの気をつけた方がいいと。つまり暴力の親和性ですね。その、三島さんのようにですね、 民主主義と暗殺はつきものだと。つまり天中、賊をその中するに刀を持ってするということが悪いことではないと。正当化するんだと。暗殺の美化、正当化ですね。で、それはもう絶対にあったならない。つまり、学校の頃からファシ,ファシズムをこう勉強するようになったのも、まさにそういう、 その暴力の親和性。民主主義の外にあるもの。例えば、物事を変えるのに、暴力でもってやる必要は全くないし、それは逆に、あの、物事を複雑化しますね。だから、ガンジーの非暴力不服従運動っていうのに学びですね。あの、民主主義の、を壊す暴力というものと戦ってきたわけですね。ただ、私が今回、この、 佐藤さんのこの解説を聞いていて、すごく危機的に思うのはですね、その私の、まあ、せ先達っていうか、その人たちがやったように、まあ、明治維新ですよ。あるいは226事件ですよ。その、国家を正すためには、あるいは国民を救うためには、暴力もやむなしと。 そうですね足塚さんありがとうございます。これ、ロンザの,あの視点ですね、三島由紀夫と並び称される右翼について、ロンザにこの暴力と民主主義の関係について話をがあります。で、これは三島さんが言ってるみたく、暗殺が全然なかったら政治家はどんなに不真面目になるか。 殺される心配がなかったらいくらでも嘘がつけるとで今回の事件その文春の記事がどこまであの真実かっていうのはそれはわからないですけどもその山上容疑者の,あの、まあ、後ろにいるっていうとちょっと正確性に欠けますね。あの人が いろんなあの手紙とかを寄せてるわけですね。で、その寄せてるものを見ると、まさにこの暗殺の正当化、美化。で、今、防衛増税とか言ってですね、さも自分たちが日本の国を守るかのようなことを言っている人たちがいますよね。でも それってあの戦争屋に巻かれてですね、今だけかんだけ自分だけで、フォーリンミリタリーセールスとか、優勝、対外優勝軍事援助ですね、そういったものを増やしてるだけだって、やっぱりもう自衛官の方々も思っておられるんですね。この間もこのスペースで、防衛大学校のご出身の方がおっしゃってましたね。 あんなものは防衛とは全く関係ないんだと。40年も前にもう無人化するのにオスプレイだ、なんだっていうのはもうあの自衛隊員を人として見てないからそんなことを入れるんだと。まあ、強いあの危機感と、それから危機感だけじゃなくて憎悪ですね。あの今のの保守政治家っていうのはもうさも 国民を守るかのように言ってい,るいて自衛隊の人たちは自分たちの支持者みたいな顔をしているけどもそんなこととんでもないんですよと自分たちの今の処遇を見ても彼らは口先だけで自衛隊を大事にしろって言ってるっていうそんだけだっていうのは誰だってわかりますとそれどころか片落ちの装備品を自分たちに操縦させて仲間が死んでるんですと。 仲間がな、泣かくなってるんですと。許せませんっていう声は、すごく私のところにも届きますもんね。私にさえ届くんで、その中で、あの、自衛隊の中の声ってそんなに聞こえないんですよね。もちろん、あの、私の佐賀一区にも、メタバル中トン地っていう、ね、災害の時にも本当にそこから皆さん頑張っていただいて、やってくださるんで、時々あの、 桜の季節だとか、あるいは呼ばれてですね、交流あります。で、私の義理の父も自衛官でしたし、おじも自衛官なんでか、こっちは海上自衛隊ですけども、比較的そういう声が入りますね。で、その入る中でも、やっぱりマグマっていうかな、ふざけんなよって、どこが防衛だと。 自分たちを出しに金儲けすんなよって。それからその振る舞いですね。嘘を言っても、それこそその二言目には自衛官は、あの、自分の命を顧みずとか、勝手にあなた方言うのに、自分たちは一体何なんだと。国会で嘘ばっかり言って、あるいはパパ活か何か知らんけど、そんなの、だってまだ国会にいるじゃないかと。ふざけんなと。 その、なんていうか、民主主義って言いながらも数におごって、そして、防衛を出しにしながら、あの、海外、えー、国根性丸出しの政治家に対しての、すごい憎しみが、そのマグマが増えてるっていうのをつくづく思うんですね。で、<laughs> でも、じゃあ、これをどうすればいいかと、言うと、さっき申し上げたように、あの、ソウルから帰ってきたんですけども、ソウルの方はですね、逆に、あの、日本みたいに、その、台湾有事は日本有事とかもういい加減にしてほしいと。自分たちは、その、常に、まだ休戦なんでですね、終戦じゃないんですよ。常に、戦争の危機っていうのが、 あってその戦争の危機っていうのは全然違う民族同士の危機じゃなくて北朝鮮ですよね韓国の場合は同胞同士争わなきゃいけないっていう危機なんだとでそんなものを煽ってほしくないしむしろ逆用をやってほしいとなんでそんなあのただでさえ分断して苦しんでるのに あの、ピョンチャンのオリンピックも一緒にやったりですね。ず、ずっといろいろやってきたと。で、そう、そうでありもかかわらず、またぞろ外から来て、分断を生んでいくと。で、日米間のあの、軍事演習やってますよね。で、それでもですね、やっぱりその、日本の、その、自衛隊それはもう、 日米間で緊密にやってるけども、しかし、日本軍が来た、日本軍が何をしたかっていうことについてのトラウマは大きいんですよっていう話をされましたね。で、私がその、この防衛増税だなんだとか言っても、中には、あの、私は今回、比較兵器地帯、比較の傘を作るんだっていうんで、えー 基礎となる条約をですね、韓国側とあの固めるためにソウルに飛んだんですね。梅林高堂先生が作っていただいた。で、今度、これをアメリカのですね、あの、報道機関にも流します。で、で、これを言うと、逆に、それこそあの、核を持ってないから脅されるんだっていう人が、本気でそんなこと言ってくる人がいるんですね。 核を持ってないから脅されるって、誰が脅すんですかって。あの、申し上げときますが、核戦争の危機っていうのは、核を使おうと思って起きる危機ではないんですよ。核を使おうと思って起きる危機よりも、そうじゃなくて、ミスコミュニケーション。つまり、相手が核を使ったんではないか、使うんじゃないか、言って、 暴発するこの間あの、北海道に8時に着弾すると、北朝鮮のミサイルがあって、J アラート鳴らしましたね、あれです、あれと同じ、あれ、あの7時半ぐらいであの発射された北朝鮮の3段型のミサイルをロストしてますよね。で、ロストしてるにもかかわらず、アラートで北海道に着弾すると。 で、北海道に着弾するっていうんだったら、今の政権が言ってるのは、座して死を待たずっていうことであれば、反撃するわけですよ。まあ反撃してなかったから良かったけど、あれ反撃していたら、まあもちろん、アウンソクミサイルのトマホークって言ってますから、昨日あのソウルから帰ってきた私の飛行機よりも遅い場合によってはね、遅い飛行機だから、飛行機じゃない、ミサイルだから、 途中で爆破することはできるでしょうけども、それでも、そういうミスコミュニケーションで核の,あの戦争っていうのは起きる。ぜひですね、レクナって検索してみてください。長崎大学のレク RECNA ですね。レクナ25のシミュレーションを鈴木教授がなさっています。で、25の核戦争のシミュレーションの中の最も 可能性というか危険性が高いのはミスによるつまり誤解による攻撃なんですよ。でそう考えてみるとあの防衛増税だ防衛費倍だとか威勢のいいこと言ってますが実はそのさっきトランプさんがキム・ジョンさんと38度線で握手してる画像をあの友人が送ってくれたんで。 それを挙げておきましたけども、もうあの時代と様変わりしてるんですね。で、軍と軍はですね、どんなにその、例えば、日本の自衛隊と中国軍、米軍と中国軍、日本の自衛隊とロシアの軍隊、チャンネルを持ってますよね。私たちもチャンネルを持ってる。で、ところがですね、今南北のこの、うん 韓国と北朝鮮との間も軍同士の、あの、偶発的な、あの、ミスによるですね、戦争を避けるためにチャンネルを持ってるんですよ。だけど今それが途絶えてるんですね。で、ちょっと話が横に逸れましたけども、ぜひ僕はここで何を言いたいかというと、本当の防衛っていうものについて、真剣にどんだけその今の国会与党の中で、 考えているかで、逆にその防衛を出しにしてですね、そうやって装備品を買い込んで、使えもしない装備品ですよね。だって、ウクライナにどんだけの今武器を送ってますもう送り尽くしたんじゃないかっていうぐらい武器を送っていますから、ホーリーミリタリーセールスで、あれは毎金、毎金で払うんですよ。そして、えー、でき来た時私。 なんですね、ということはどういうことかというと、今年岸田内閣はそれまで安倍内閣でさえやらなかった、安倍内閣だって500億だったフォーリーミリタリーセールスを、彼の任期の間に7000億までやってるんですよ。もうとんでもない、もうそれで日本の防衛産業やさまざまなものはしわ寄せを受けるっていう、その防衛の保守派の方からさえですね、不満が出るぐらいだったのを、 今回は一気にそれを1兆4千億にしてるんです一1兆4千億にしたってそれ物来ないんですよ。で、来ても対応する自衛隊員のこと、人員のこと、考えてないんです今だけ金だけ自分だけで。それこそそのアメリカの戦争屋にですね、身を守ってほしいということでやってるとしか思えないじゃないかと。違うんだったら原口さん反論してくださいと。 いう方さえおられるぐらいひどい状況なんですね。で、さっきの話に戻すと、こんなものを民主主義で変えることができなければ、暴力しかないんだと。暗殺しかないんだと。三島幸雄さんのあそこに戻っていくわけです。私は民主主義と暗殺は付き物で、共産主義と粛清は付き物だと思っております。 共産主義の粛清の方が数が多いだけ始末が悪い。で、例えば暗殺が全然なかったら政治家はどんなに不真面目になるか殺される心配がな,なかったらいくらでも嘘がつけるというこの三島さんの、まあ、まさにこの民主主義の外側の、まあ、呪いの言葉って僕は小さい頃にこれをにあった時に思ったんですね。こんなことをやったら そそれこそ民主主義そのものが壊れると、だけど、今この危機感が国会議員にあるだろうかって、いや、殺されるから真面目にやれって言ってんじゃないですよ、そんなこと言ってんじゃなくて、そういうその民主主義の外側の憎しみ、あるいはもうそんなものはバイパスしてもどうでもいいと、自分たちを、この国を助けるためには、 あるいは国民を助けるためには、もともと226事件や515事件もそうですね。東北で、それこそ、売られていく少女。こんなことがあってたまるかっていう義憤からですね、歴史の教科書が教えてるところが本当であれば。そういう義憤がですね、た、たまりにたまってると。だから、これをあの、私の同僚の国会議員も、 時々聞いてくれてるみたいだから、絶対にあの国会でのちゃんとの追及、緩めちゃダメなんですよ。自分たちが戦ってるものは民主主義の外側のものとも戦ってるっていう認識を持って、そしてそれは究極の暴力、暗殺、そういうものが横にあるっていうことも、あの、今回、 佐藤さんやあの文春、これ、すごいやっぱり、えー、丁寧な追っかけ方ですね、こういうジャーナリストの,あの努力によって、まあ、考える機会をいただきました。今日夜遅くだったんですが、あのぜひですね、明日あ決算行政監視委員会、えーっと、9時からですね、でその後あの越境3.0のカズさんが来てくれて、 あの初めてお会いするんですけど、世界情勢、特に中東情勢、今日あのトルコの大統領選挙ですね、これもすごくあの大事な選挙、そのことについてもお話をいたします。ぜひ、もうこれで最後にしますが、歴史を見ながら、自分たちの足場を固めていきましょう、で、暗く冷たいもの、分断するものに絶対乗らないでください。 絶対乗らないい。でください今もう何て言うかな日本に戦争屋のの尻尾みたいなのが集結ししよようとしてますよね。もう日本に集めてそこでもう一網打尽にするんだっていう人までいるぐらいまあひどいですよねでそしてその若い方の中にはいやーもう核で脅されるから核持つしかないんだってそんなあの短絡的に考えてる人もいますね。 人間はやっぱり恐怖に弱いんですよね。でも、それは作ら、作り出された恐怖ですから。どっちが怖いかよく考えてみたらいい。100兆円の軍事予算を持ってる国とですよ。日本の、例えば北朝鮮だったら、小さな県と同じぐらいの GDP の国とどっちが怖いか考えてみたらいいです。で、世界は急速に 握手をしてます分断されたところが手を結び始めてますで分断が残ってるのはこの北東アジアここなんですよだからここであの CSIS のシミュレーションにあるみたいに台湾有事は日本有事とか出てった瞬間に我が国は滅びます CSIS の,の CSIS っていうのはアメリカの保守系のシンクタンクですね ワシントンにあります。で、あのシミュレーションをご覧になってください。日本の自衛隊がどうなるか。それでも台湾有事や日本有事で戦争ができる国にしようっていう政治家に対して、それ、防衛の任に当たる人たちから強い憎しみ、強い反発が来ているっていうことも、ぜひ、あの、 気をつけた方がいいし、そんなこと当たり前の話なんだけど、わからないで、自分たちこそ保守であるとか、自分たちであるこそ日本の守り神であるとか、そんなあの今だけ金だけ自分だけであの、戦争屋に尻尾を巻いてる人間が言ったって、全く説得力ないですから、後ろが見えてますから。あのそのことを申し上げて、まあ、夜遅くにあのもう日付が変わっちゃいましたけども、 お付き合いいただいた皆さんに、くれぐれも私たちの民主主義の外側にあるもの、そのあるものときっちり戦っていくっていう、そのことをですね確認をさせていただいて、あの終えたいと思いいいいますお付き合いいただいてありがとうございます。